はい、今回はですね、ラズベリーパイのケースの一つです、ネスパイケースですね、こちらを買ってみました。まあ、衝動買い以外の何もでもないんですけれども、早速ですね、開けていってみましょう。はい。もうケースって言いますか、外箱自体がもう、ケースの要素をしてますけれども。よいしょ。おー。はい、もう、すぐに。ケースになってます。おっと、簡単な説明書が書いてますね。何を取り付け方ですね、書いてますね、はい、でこれを参考に取り付けていってみましょう。まず、これ入ってるんですけども、中にピストドライバーが入ってますね。お、結構いいドライバーですね。ちゃんとした感じのドライバーが入ってます。はい、中はですね、こんな感じで電源取るところですね。と、これフロントにですね、有線 LAN のポートがあるんですけども、それにつなぐためのものですね。あと、USB のハブになりますね、これは。とですね、これこっち側の上側のケースを見ると分かるんですけど、ここにファンが取り付けられるようになっています。で、それのファン用の、電源も、ここにちゃんとありますね、はい、ですね。で、裏返してみると、あ、ここに、よいしょ、あ、ここに、マイクロ SD カードが入れられるようになってます。はい、はい、こんな感じですね。では早速取り付けてってみたいと思います。では、ベッドに用意した、ファンですね、これと、あと、はい、ラズベリーパイの本体ですね、これを設置していきます。で、まずこの、有線 LAN のポートですね、こちらをカチッと取り付けると、はい、あと、USB のハブですね、これを、見えますかね、これを取り付けると、はい、これでもうほぼほぼ OK です。で、これを、あ、狭いな、よいしょ、これをグッと合わせて入れます。あ、これ上の方いいのかな、 USB は上の方がいいみたいですね。多分あんまり窮屈にならなくていいみたいですね。ちょっと今やってみたらばだいぶ窮屈だったので、はい、こんな感じに設置します。あと、よいしょ、あ、マップ出てこない、この電源なんですけども、電源までつけてからの方がいいのか、電源なんですけれども、この上の赤いやつが外側になるような感じ、一番端っこの部分ですね、こちらの部分に取り付けますと、よいしょ、こんな感じですね、はい、これで、よいしょ、場所が、あ、あ、よいしょ、あ、ちょっと出てる、リス止めもしなきゃないので、きちんと合わせて、
ここにこの、あ、先に入れちゃった SD カードこの人の入れっぱなしだ。これちょっと外しておきます。はい、あ、ちゃんとなりました。はい、さっきの SD カードのせいですね。あの SD カード外してた方がいいですね。はい、失敗しました。はい、これで準備が整いました。で、次に、ビス止めなんですけれども、あの穴4箇所あるんですけども、この上のケース、ここの外側の2箇所、これを、こう外でからこう止めるようになっているので、説明書には、下の方の2つを止めるという感じですね。で、ここを止めるのはこの、中にある黒いやつ、黒いビスですね。これ黒いビスはあの2本しかないんですけども、そちらの方を使うということです。はい、よいしょ。あ、ちゃんとマグネットだ、いいですね。はい、でこれを締めていくと、で次に、ファンを取り付けますか。はい、ファン中に入ってます。はい、お、さらに、はい、これですね、あのいろいろあるんですけれども、一番使われているのがこちらの、あのパイファンって書いてますけれども、これっぽいので、多分規格もそれに合うようになってるんじゃないですかね。3センチ3センチのファンが取り付けられるというふうになってましたけれども、これ、ビスもちゃんと入ってますが、こちらは、カチッと止められるようになってますね。だからどういうふうに取り付けたらいいんだ。はい、ちょっと向きがよくわかんないんですけども、多分こう取り付ければいいのかな。どうだろう。だから配線のことを考えるとこうですかね。ちょっとこれで一度取り付けてみましょう。まあ、違ったらまた後で直してみますけども、こちらで、スペースに合わせてこんな感じで取り付けます。で配線なんですけども、ちょっと多分赤がプラスだと思うので、赤をこんな感じ、まずちょっとこれで取り付けてみましょう。ケースここ出ちゃった。ありゃりゃ失敗だ。なんかあったんですかね。これない方、つけない方良かったかもしれない。なんかグラグラするからと思って止めてみたんですけど、なんか失敗したの。ちょっとショックだな。ここ気になるんですけど、しょうがないですよね。で、一応こちらに取り付けます。ではこちらに取り付けていきます。はい、で多分配線ですね、黒がマイナスで赤がプラスだと思うんで、初めに、こちらですね、印ついてるのでこちらを取り付けて、あとはカバーをして、はい、6箇所ですね。1、2、3、4、5、6箇所を止めていきますと。
これで取り付け完了です。はい、こちらが、USB ポートになりますし、LANケーブルがフロントにあるという、はい、本物の、NES だとここにカートリッジを入れる感じでしたよね。あと裏側に、HDMI の端子と、イヤホンジャックですね。それと、USB の端子がここに来ます。で、さっき失敗したこのマイクロ SD カードはここに入れるという感じですね。はい、でこれに合わせて今回さらに衝動買いしたのが、こちらです。あ、2つ入ってる。はい、じゃじゃん。もう見ての通り、NESのコントローラーです。はい、はい、ボタン4つついてるんですけれどね、AB ボタンの他に、一応、LR にあったりする分になってますけれども、多分これソフトウェアとかの割り当てで変えられるので、まんま任天堂エンターテインメントシステムになると。